はい、こんばんは。今日はモンスターストライクバトル4ウエハースを食べていきたいと思います。ね、値下げされていて半額でした。ちょっとね、ここ店名が書いてあったんで入ったんですけど、ちょっと汚くなっちゃいましたね。この表面のね、絵柄も見せたいなと思うんですけど、こんな感じの可愛い子ちゃんが描かれていました。こんな感じの可愛い子ちゃんね、ちょっとキャラの名前はわからないんですけど、可愛い子ちゃんのカードを狙って開封していきたいと思います。はい、そしてね、ウエハースを食べることがメインでございます。モンストストライクレアのホログラムは全部で4種類の光り方をするぞ。ストライクレア、なるほど、ストライクレアですね。はい、ちょっとね、店名が書いてあった。はい、ストライクレア、へー、いろいろね、番号が書いてあるので見ながらね、開封していきたいと思います。まずはこちら、バニラウエハースですね。おー、映画を極めし女王クレオパトラ。クレオパトラは、クレオパトラどこにいるかな。映画を極めし、おお、なんとメタルプラスホロシオ。これストライクレアみたいですよ。これほら一発目からストライクレアカードが出ました。映画を極めし女王クレオパトラ、へえ、かわいい、かわいこちゃんというか美人さんですね。うん、ストライクレア、やった。はい、じゃあウエハースは最後に食べたいと思います。次、よいしょ、次はじゃん、おー、これはウエハースをガブッとガブリエル。ウエハースをガブッとガブリエル、どこに書いてあるんかな。やみー、ウエハースをガブッとガブリエル、シークレットストライクレオカードが2種。まさかこれシークレットですか。もしかしてシークレットかもしれん。ちょっと待ってね。SSR って書いてある。 SSR ってシークレットストライクレアだ。はぁ、嘘、ウエハースをガブッとガブリエル、シークレットが出ました。まさかのですね。すごい、ストライクレアとシークレットレア。デザインがまずね、なんかシークレットっぽさというか、ちょっと遊びチックですよね。ちゃんとウエハース食べてるし。すごい、連続してすごいな。はい、ではお次、よいしょ、何かなぁ。かわいい、めっちゃかわいいんですけど、道明寺あんこかわいいな。和菓子の国の姫、どこにあるかな。和菓子の国の姫君、これは普通のノーマルカードなんですね。でもかわいい、ノーマルでこれだけね、なんかちょっと文字がね、こうおしゃれだったりね、キラキラ感というか、もう部分的にあったりするなら全然ノーマルでも可愛いですね。問題ない、はんなり和菓子パラダイス、ほう可愛い。というかこれ可愛い子ちゃんばっかり集まってんのかな。女の子キャラばっかり出てきますね。よし、次、
それドン。おお、これもノーマルっぽいけど、すごい不思議の国の海流ジャバボック、不思議の国、あ、ジャバボック、これもノーマルみたいです。でも文字とかこだわってますね、めっちゃ。へえー、素敵かっこいいというか強そうなキャラでしたね。かわいこちゃんキャラ以外にも結構いるみたいですね。では今回ラスト、よいしょ、これじゃん。あ、これもノーマルかな。シソタル巨人ユミル、シソタル巨人ユミル、はい、これもノーマルみたいです。おー、すごい、最後はね、ノーマルが多かったんですけど、あんこちゃん、ジャバボック、ユミル、ガブリエル、クレオパトラというね、あのレアやシークレットレアが入っていて、とても良い引きだったんじゃないかなと思います。またね、値下げされていたら買いたいなと思います。こういうキャラね、可愛いの集めるの。楽しいですよね。見て楽しむ。ではいただきます。ウェハース、チョコウェハースが一番好きなんですが、バニラウェハース、これもこれで美味しいですよね。うん、サクサク、かわいこちゃんを並べる。バニラウェハースはダイエット食感が強いですね。子供の頃だったかな、なんかカルシウムがめっちゃ取れるウェハース家にあった気がします。
しばらくハマって食べてたんですけど、やっぱりね、うん、秋が来るというか。栄養補助食品感が強くて、チョコ味とかの方がいいなって思いながら食べてた記憶がありますね。皆さんおすすめのウエハースカード何かありますか？私はね、神羅万象チョコウエハースが一番美味しいなと思うんですけど、ビックリマンチョコみたいにがっつりチョコが入ってなくても、このぐらいのね、薄さでこうチョコが入ってて、食べやすさというかちょうどいいなって思いますね。ラスト、チョコエッグとかウエハースとかカードを集めようって思って買うと、大量にねウエハースが残ってジップロック行きとかね、結構あると思うんですけど、ウエハースメインで買うとこんな風にね、シークレットが出たり、普通のレアが出たりとかね、この、なんか、そんなに期待していなかった分、おっていうようなね、喜びもあったりするので、ウキウキワクワクできるんじゃないかなと思います。メインであるね、ウエハースを食べるということをね、こうメインと考えている場合は、ね、こうなんでしょうね、棚からぼた餅みたいなところがありますからね。そんな楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。またね、何かウエハースが安くなっていたりあ、このカード欲しいなって思うような商品があったら、食べたいと思います。というわけで、モンストのウエハースバトル4を開封してウエハースを食べてみた動画でした。おしまい。